皆さんこんにちは。日本人兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の27日11時43分ですね、我が天下や戦国府部でプレイされている方、ちょっと目線が違う時ってね、 iPad で撮影してると、まあ、ご理解ください。カメラがちょっとこの辺にあるんで、こう真正面向いてたらどうしても目線合わないんですよ。で、自然再生可能エネルギーの件で説明させていただきます。全体概要を、私が河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電と蒲田発電とマグマ発電、これらがなぜ必要なのかと、まあ、ちょっと先ほど戦後風部で車はメタン、車は水素、水素でいいんですよねみたいなことを言ってた方がおっしゃるんですが、それは大きな車、要するに10トントラックとか、できれば重機とかもそういう形にしたい。重機はもうさすがにガソリンそのままの方がいいんじゃないかなという部分はあるんですけども、基本的にガスは地面の中で自動で揮発します。天然ガスの7割は、石油なんです。それまず理解してください。そうすれば言ってることだんだん分かりますから、いいですか。あと10トントラックとかにね、あんなもの電気自動車なんかしたらバッテリー1トンいきますよ。本当に無理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 、絶対無理。エネルギー効率悪すぎる。バッテリー作るのに電気とかね、電気の元はウラン鉱とかでしょ。ウラン鉱とかはもう残り50年分ぐらいしかないとか、そういう話になってるんです、本当に。で、それをいろんなことを見れば見るほどね、いや、淡井さんの言ってることが間違えてるって思ってしまう人たちが存在するんです。順番の通してしっかりと今から説明するか、長い話ですけども、みんなね、分からなくなったら一時停止押して自分でメモしたりとか、僕のホームページのどこの欄を見ればいいのか、それをしっかりと覚えること、いいですか。ではまず太陽光パネルからいきますよ、ね、屋根の上ガラガラ何してんのと。で、僕は一応豊田章男さんは僕のこと知ってるか、もう豊田章男さんの方から言ってくださいっていうことで言ってもらって、インターネット記事とかで流れました。大きな河川、大きなダム、ダムね、大きな池から、ダムと呼ばれるようになるんです。ダムと大きな池のその境目がね、貯水量なのか面積なのか、どこからどこまでどうなのか、これ分からないですよ。人によって今まで言ってきた人がバラバラだから。だから大体でいいの。大体でもダムって名乗ってるところは何々湖っていう泉の名前つきますから、ダムと何々泉は一緒なんです。本当に名前が2つあると思ってください。で、その上に太陽光パネルを付帯式でいいから敷き詰めたら、ね、原発30基分、まあ、多分大型の原発の方だと思いますよ。原発もね、正直言うと5万キロワットの発電とか10万キロワットの発電とか15万キロワットの発電とか、最新のもの、今建設中とかもう出来上がってるものがあったかな、125万キロワットとか、135万キロワット分なので、みんな大体でしかもの言ってません。本当にだから、するかしないかで言えばね、農作物のね、水が足りてないだの、そういう話にもなるから、しっかりとね、農業今まで怠けてたんだから、日本はっていう話になりますから、まあ、小麦だけで大体毎年、470万トンの輸入、ウクライナさんG7 でロシアとウクライナ嘘のニュース流して連れてきて日本の立場からしたらこれですよ。ごめん、本当にちょっと小麦回してちゃんとお金払うから、スポーツのルールを笑わせてきた方が悪いって、ね、ちょっと話真面目な方に戻しますけど、太陽光パネルね、屋根の上ガラ空きでしょ。電車乗ったことあります？高架とか通る方の電車、高いところ、屋根の上ガラガラ。ね、太陽光パネル、まあいろんな種類ありますよ。これバッテリーほとんどの部分、厚さ何ミリに見えます？1ミリぐらいでしょ。1ミリから3ミリ、もう3ミリ以上は許しません、本当に。いやいや、ちゃんとしっかり作ったものは、ガラスをね、だいぶしっかりと使用して、まあ、厚さもしかしたら5ミリあるかもしれない。だけども、日本の工業力、ね、
してることみんなめちゃくちゃ、車売る暇あった太陽光パネル自分の国でね大量生産じゃん、これそこまで高いと思います？僕これぐらいちょっとした発電しかできませんよ、この面積だったらね。材質ももしかしたらペレストロカイブ方式かもしれない、そなんかその中間のどこに行ってるような材質だか僕もよくわからないんですよ。普通の太陽光パネルとの中間地点ついてくるようなややこしいものを販売してくるから、2000いくらで買ったんです、アマゾンさんで。本当に買ったもの勝ち、バッテリー付きの方屋根の上に、日本中の屋根の上にね、もう値段今聞いてびっくりしたでしょ。バッテリーが高いんです。家の横にバッテリーをつける蓄電池の話を持ってくる人がいたから話がややこしくなったんです。それこそ立法府国会で新しい法律を作って全員太陽光パネルの義務付けか、屋根の上全員ジタバタしないで貸しなさいっていう、それ断ったら連れてくよっていうような強い法律作って、自国で生産すればいいんです。こんな薄っぺらいもの調べました7割ほどガラス迷うとこ違う。日本の石油とかね、石炭ガスの輸入量超単位、何十兆までいかないかな、まあガソリン全部込み始めたら多分10兆円確か超えてたと思う、余裕で。節約みんなで、片や太陽光パネルを地獄で生産するね、ある程度値段で証明したんだから、あとは屋根乗せるだけなんだから、そこをね立法府が太陽光パネルの義務付けか、みんな屋根の上をおとなしく抵抗しないで明け渡しなさいって、その分安くで電気回して開けるからって、使う方はいつも通りね、工事する人がしやすくなるの、足場組む人がね、転げ落ちたりすることを想定するから、みんな屋根の上登らなくなるんでしょ、危険な仕事したくないって言って。違う、足場組んだ時にちゃんと一番上にもうネットでもいい、ネットね、ゴルフ場のネットでもいいし、野球のネットでもいい、打撃練習のあれ突き破って落ちていくやつなんかいない。まずそ、よっぽど角度ついてなかったら転げる人なんかいないから。僕も命綱なしで、シャープエンジニアリングでね、エアコンの室外機の修理なんですけども、3階でね、これ下足乗っていいのっていうところ、それこそお客さんそんなこと分からへんから、ボロボロの命綱なし行きました。あ、もうこれ死ぬかもしれん絶対早押しして、すぐに引き上げようちょっと話飛び飛びになって申し訳ないんですけども、まあ間で笑い話入れといた方が持つでしょ、本当に聞いてる方食いついてくるでしょまあまあ太陽光屋根、正規の屋根の上が抜けることはないですよ。そのひさしの方ね、ひさしの方でボロボロの大したことないひさしあるでしょ、あの上エアコンの室外機乗せないとあれめちゃくちゃ重たいから、自分でも持ったら分かりますよ、あ絶対10キロ以上ありますよ重さ自分の体重なんか50キロ以上は絶対人間の本日取ったら危ないの。さすがに屋根の上は そんなね、人が乗ったぐらいで本当に落下するんだったら、あんなに太陽光パネルできてないし、大体見た目でわかる、絶対これ大丈夫だっていうの本当に。でだからとにかくね、その法律さえ出来上がったらね、工事する人がここの足場組んだら次隣の家って、あっちこっちでバラバラでね、時間決めてあっち工事してて、しに行って次こっち工事しに行って、仕事もない時期があって、売り上げがあって、正社員雇用があって、近々もう最初から全部の屋根の上制圧する気でかかったらええって、あとダムの上と思って10万人ほど、その輸送もね、
あの太陽光パネルの生産工場とリサイクル工場の人含めて、もうリサイクル工場の動画は僕のホームページ淡井圭介の履歴で一旦もう停止、もう最初からこういうねいらない紙とか横に用意しておくの、しっかりテーブルの上片付けておいて座って、で、いらない鉛筆、家の中掃除したら正直みんないくらでも出てくるでしょ、いらないやつ。もうそういうのいいか、淡井さん何番の太陽光パネルについてって言ってるんで、その番号押さえたいの。だいたい49番か47番ぐらいに太陽光パネルについてとか、蓄電池についてとか40何番台にあるから、そこ見たらね、車のバッテリーの中がどうなってるのかとか映像があるから、他国の人一言も喋ってないから、もういいから、もう自分でこう分解してるところの映像だけでいいから、中密、車のバッテリー、周り絶縁体のプラスチック、水の中に電気を蓄えれるんです。そもそも何、金属のバッテリー買わせてカセカセしようとして、電、蓄電池、バッテリー、電気自動車でいる言うてるでしょって思う。工業高校出身とかシャープエンジニアリングで働いた僕、自動車館も見に行っていますから、機械化でしたけど、そういういろんなことしてる人間が今司法修習生上がりのね、最初は書記官とかなって、まあ、他の議官でも何でもいいですよ、いろんな官がありますから、執行官とかで、裁判官にやっとなりました、で最後選挙出ましたっていう人いっぱいいるんです。国会議員の人にも元裁判官の人たちいっぱいいますから、元弁護士とか、そういう法律に長けてる人じゃないともともと国会議員無理でしょ。で法律しか知らない人がそういうこと決めるわかるでしょ、もうどうせ失敗する。電線が家の中に電気の線が電線でいいんです。あんまりややこしいこと考えなくて、そことつなげて使う方がいつも通り使ってりゃよかったんですって。だからね、ダムの上を制圧するだけで浮体式30基分原発、まあもうその辺300万キロワットとかでいいでしょ、もう大体でって、もうそれね、その日が曇ってるかどうかこっちも知るかっていう話。1日平均とかの数字出されたらこっちも困るから、そのために河川水門開閉式ダム発電、雨の日もね、 ある程度日差しが入ってきてるのは入ってきてるんですよ。だから太陽光パネルも例えば1割以下とかでね、発電ちょっとぐらい発電したりしてるんです。で雨の日はな、そこはさすがに普段流れてる水の量が本当にごくか、どこの河川もそう、本当にちょろちょろとかびっくりするぐらい、あれはそこそこまとまった雨が降った時にいろいろ街中の水が集まってきて、山の斜面とかね、で結構な水の量になって、普段晴れの日の流れてる量の何百倍にもなります。何百倍にもなっても河川の5分の1とかしかならないから、結構雨強く降ってるなって。それは丸1日そうまとまった雨が降ったら、その後晴れの日でも2日3日まとまった河川の量、水流れてきます。それは地面の中が貯水槽になってるんです。砂とか土の部分、アスファルトの下だから、そこから水が流れてくるんです。だからそれ人が見に行った時によってね、カラカラの日が1週間続いた時、雨が降らなくてね1週間続いた時に見に行った時と、雨の日が降った次の日晴れてる、晴れた見に行ってみようって見た水の量はこれ全然違う。ちゃんと僕は自分で見に行ってますから。それは僕のホームページ淡井圭介の履歴の40番台に河川水門開閉式ダム発電向こう側編っていうものがありますから、それちゃんと現場撮影しに行ってる。でもう動画つなげてるから、歩いてるところとかもういちいちもう大体のところ省いてる、ある程度歩いてる時に言ってる内容は重要な内容で、そこで見てもらったら分かります。で河川の氾濫なんかも起きない起きない、僕が言ったところにちゃんと設置すれば、もともと開閉式って言ってる、大雨打ったらもうちゃんと開けるからって、干潟のね昔の九州の時の干潟、開門を開けるのか閉めるのかね、いつの間にか開門のことを開門って言ってる人いるでしょ、開門行ってくるわって神がかり的な力テレビ見て自動で言わされてるから、開門派なのか閉門派なのか
ほんとほんと。みんな自分が操られること気づかないでしょ。テレビ局がどういう風な形でものを言ってきたかっていうことを自分の頭で理解しておかなきゃならないの。ほんと、漢字の意味とかと当てはめて。それできなかったら無理だから、スポーツの勝ち負けも。あと法律の世界まで僕のみたいに突入してる人間が突入してくるから、相手が突入したことない人間じゃなかったら、その方法でも勝てるっちゃ勝てるけども、法律の世界の方が良い、本当に。あと許可をもらってる話とかいっぱい。河川水門開始ダム発電は、河川に基本的に水を溜めます。ね、雨の日とか、あれ、流れっぱなしでしょ？1秒間に雨の日、例えば僕の家の近くの、有野川、有馬川もあります。それは有馬温泉から流れてくる河川です。有野川に合流します。有野川自体でも雨の日が降ったら田王寺駅ぐらいの近くの、有野川だったら、それもっと遡られてね。有馬口まで行かれてもそこまで集まってきてる水の話あるでしょ。だからそこで物事見られても困るっちゃ困るんですよ。さらにもっと向こう行かれて北の方行かれたね、唐戸台まで行かれたら横幅5メートルぐらいになってるからそんなところ見に行かれて、一応そこも有野川なんです。だから地点ちゃんと僕の方が説明しなかったらみんな言ってることバラバラになるでしょ。淡井さんの言ってることの場所でいいっていうことでね、まあ大体田王寺駅の近くぐらいです。でその先もっと向こうまで行ったら、JR の道上駅の近くまで行ったら、そこまで行ったら向こう側は、そこは大型の河川水門開閉式ダム発電、その大雨の時でも大型のね回転扉を置いておくポイント、有野川とかにも大型の回転扉を置いておくポイントがあるんですよ。その回転扉っていうのはこうくるくる回るでしょ。要するに水圧で回転させてタービンのところを回して静電気を発生させて、さらにギア比を入れて、そのためのワンピースルフィだったんです。主人公ギアが上がっていく。いくらなんでも車乗った人だったら話通じるし、そういう部分でワンピースのルフィは連載始まってるんです。そのスクエアニックスさんとの話とかももともとありますし、僕はロマンシングサガっていうものをプレイステーションでリメイクしましょうっていうことでね、スクエアニックスさんとかが、その方向で動いて、任天堂は任天堂でその徹底的にその CD ロムとは違う分野で発展させてみようの話で、その DS とかを販売してね、 SD カードを頑張って進化させていったんですよ。実は SD カードでパソコンの横に差し込む口あるでしょ。 258KB とか売ってますから今だったらどちらが正解か分かんなくなるでしょね。ハードディスクドライブ、ブルーレイだったらハードディスクドライブの回転させる装置を作らなきゃなんないから、そこで結構基盤とかがいるでしょ。何が正解か僕も分からない。だってマイクロ SD カードとかがあるんだから、本当はもっと薄くてSD カードで 1TB とか本当はできるんじゃないですか。ギガバイト取り越して、ギガバイトの上の次の単位がテラバイト、もともともっと上の方の単位でね、ヨタバイトとか、まあその辺も僕のホームページで、ちょっとそれはどこの番号かもう忘れましたけども、欄を文字をしっかり見ていけば、あ、ここの欄をタップもしくはクリックしたらバイトの話が出てくるなってわかると思うんですけども、とにかく今は河川水門開閉式ダム発電の話に戻しますね。風力発電120m の羽が回っている、大したことない。僕から言いますが、こっちの方が絶対上水のパワーの方が絶対ある。水圧だ、結構なだらかな河川とかあるから標高を考えたら分かるんです。まあそんなに都合よく5メートル間隔でその河川水門開式ダム発電を設置するわけじゃないんですけども、いろいろ奥行きとかの事情がありますからね。例えば田王寺駅の近辺に河川水門開式ダム発電を設置したら、ある程度ね平行なところが長い方が貯水量多くなるでしょう。溜めておける水、それが巨大な水圧を発生させるんです。ね、
だから水が降ってる量に合わせてその門のところに1メートル ×1 メートルの回転扉式にするのか、3メートル ×3 メートルの回転扉にするのか、5メートル ×5 メートルの回転扉、まあありの川ぐらいだったらもう正直3メートル 3×3 メートルの扉で大雨、ものすごい豪雨の時でもそれで多分溢れ返ることないですよ。片っぽが 1.5 メートルですよ。両幅が3メートルっていうことはだいたい片っぽの羽が 1.5 メートル ×1.5 メートルですよ。お風呂の水抜いたらわかるでしょ。これぐらいの小さな穴でしょ。だけどもお風呂の水ってすごい抜けるでしょ。あれは真下に重力がかかってるから、真下に一番力が加わるからすぐに抜けるんです。5分ぐらいでしょお風呂の水抜くのって。ね、あんな小さな穴でね、水の量、水圧とパワー、その 1.×1.5 で 120m の、直径のね風力発電、ずっと回しっぱなしよりもこっちがずっとね、ずっと継続してその水が流れてくれることが条件であれば、ギア比本当は上げっぱなしになれるから、わかります？ちょっとした小さな火力発電所の何万キロワットの発電所のタービン回せるかもしれない。本当のところ言うと。わかります？その凄さ。それ、向こう側っていろいろ枝分かれしていってるから、長尾川とか、それはもうあの辺は大したことないですよ。だけども、大雨の時は話違いますよねって。結構な水の量流れてくるでしょ。長尾川だったら、大雨の時だったら安定して 1.5×1.5 いけるかもしれない。無理だったら50センチ ×50 センチでもいいんですよ。安定していてくれれば。ギア比ずっと上げていきますから、こちらは。ん？大事に使おう、水の量って。急にいなくならないとも困るから。わかります？三田市とかもずっと平行な川が続いてるから、大したことないように見えるでしょ？違う違う！その平行具合がいいの。一つの門作るだけで経済原理があるから、奥の方まで水貯水できるから。ね？物事をどう受け止めるかの考え方だけ、そこもういちいち迷ってるぐらいの暇あるんだったら、東日本大震災のあと600万件ほどの空き家が今も1000万件超えてるんですよ。少子化で住む人が買い手はいないっていうのにずーっとビル作ってんの。神戸市も大阪も、もう僕裁判所に最高裁に上げ始めたから、急にその件プラスで上げてくるから、こっちも鬼じゃない、分かってるって。君たちのしてくれる仕事を、河川水門開閉式玉発電の水門とかね、回転扉を設置してくれたらいいの。それがあなたたちの仕事になるから。話まとまりやすいでしょ。車、65歳以上の人があちこちで事故起こしてるでしょ。歩いてる方が怖い。もう今はもう65歳以上の人の割合が 27% か 8% ぐらいいらっしゃるのかな、日本の方で。25前後ぐらいだと思ってくれたらいいです。大体の数字今言っています。それは2045年になったら、65歳以上の人が日本は 38.4%。日本の正式な数字ね。もう0歳から20歳の人生まれちゃったんですもん。ね。その人たちは大人、まあ20歳の人はもう大人ですけども、今0歳の人のこと言ってますけども、0歳とか10歳ぐらいの人たち、その人たちが大人になってからね、やっと子供問題するんだから、もう数字見えてるんですよ、どうなるか。韓国なんか65歳以上の人が2045年 50% 以上になってくると思います。もう今出生率 0.8%、 ちょっと前のデータっていうことは今 0.7 台だ7台だと思います。いいですか、これ間違えたらダメだから、あの数字の読み方、 2% で人口横ばい、これ知っておかないと 1. 何パーセントで増えていくと思うでしょ。違います。もともと結婚たどり着けてる人が、もともと半分ぐらいの人が結婚にたどり着いて出産までたどり着いて人口横ばいだったんです。だからもう今結婚と出産までたどり着けてる人が3分の1以下になってる可能性が非常に高い。 1.27 ちょっと前のデータで、インターネットはちょっと遅れてる、国連集計なんで、世界各国からの情報を集めてきて国連発表だから、世界の出生率の方だと。
ね、65歳以上の人を免許証を強制返納させたらいいんですよ。これで交通事故はだいぶすごく減るってみんな引かれたくないでしょ本当に、ね、で今度車を強制売却させるの。それしなかったら今度無免許運転し始めるから、もういっぱい捕まってるから無免許運転捕まってる老人本当にもういいから徒歩電車プラスバスだと、ね、もうあなたたちもう仕事しないんだから暇でしょって、もうそんなに正直みんな家からスーパーマーケットしか大体の日行かないでしょって正直言って、みんなそうでしょ、働いてる人も、働いてる人は働いてる人は働いてる時間があるからそうでしょ、本当はあんまり車いらないから。それ若い人も無駄な買い物させられてる方、月々の駐車場代取られるでしょね、で3000キロから5000キロ走ったらエンジンオイル交換しなきゃならないでしょ、何万キロか走ったら車のタイヤ交換しなきゃならないでしょ、車検があるでしょ、自動車税があるでしょ、重量税任意保険とか自賠責あるでしょ、めちゃくちゃ金かかってますよ。だから車買うか家買うかどちらか一つだって、で家は結婚して2人で借金を返済するものなんですよ。で余計な仕事を増やすから余計エネルギーとかを使ってしまうから、ジンマシン出すような牛丼屋さんとかね、松屋さん、僕の家の近くに作った、兄の仲町の、僕が勝つから絶対サイマンまでもうニュースに昔から松屋さんになってるかなぜかってドレッシングまさかのテーブル置きっぱなし、ケチャップとかマヨネーズ冷蔵庫入れなかったら腐るの知らないのって、みんな独身の人とか買う、もう自分でなかなか調理しないとそもそも買わないから、冷蔵庫でキャップの線抜いたら終わりだから、冷蔵庫入れとっても長屋入れてたら腐るから、いい、もともと缶詰なんかスーパーマーケットで常温で置いてるでしょ、腐ってるから本当に缶詰、僕が食べて自分の体で分かってるから、誰そんな巨大な嘘テレビに何回も放送したの、日本の全国放送全部本社東京、上たどっていったら NHK が、ね、会長なの、いろんな大企業の社長の集まりが会長さんです。その立場の人は大臣と同格ね、NHK の上は総務省、総務大臣、知ってます？各銀行の一番上は日銀、日本銀行、ね、銀行法で政府は 51% の出資で作ってますよって、政府の持ち物ですよって、当たり前でしょ民間人が身勝手、日銀株買って占領して勝手にお金すり足身勝手昔の漢字の意味見たらびっくりしますから、勝手って勝つ方法って書いてるんですよ漢字の意味、身勝手はそのもうみんなが考えてる同じこと、身勝手なことをする人、もうこういう意味合いでいいんです本当に、これあんまり言うとややこしくなる、身勝手な人でいいんです、自分のことしか考えてないで、ね、身勝手なことする人ね、財務大臣の下で日銀が存在するんですよ。日銀の総裁は財務大臣よりも下ですよ。昔は大蔵大臣そのうちもともと大蔵省が分裂して財務省と日本経済産業省が出来上がってるんですよ。さあどうしましょう。一回株の所有の遊び方でこの株だったかな、郵便局だったかな、それとも電電公社の方だったかな、ドコモの方、NTT、今の名称、NTT ドコモ、電電公社、もともとは公務員、電話、普通の家の固定電話、もともとは公務員、で、そこから、NTT、で、その後、携帯電話のドコモ、NTT の傘下でドコモがあるはずですよ、今でも。NTT ドコモってしっかりと名乗ってるから略を使うに一番危ない、どうせ分からんようになっていいですか。で
その河川水門開閉式ダム発電で業務上過失致死の話されるからみんな止まるんですよ。河川の氾濫のニュース見せられて怖がるこれ河川の氾濫起きたどうなのって、設置した人の責任、門の開閉失敗した人の責任って、ちかちゃん本当のこと教えておきます。もともと河川の氾濫ってダムの放水失敗してます。水ずっとためとそこに大雨降ってきてダムの貯水量ダムが決壊するかもしれん水圧で一番上のところに、例えばもうこれね、金銭寺子で読み方合ってると思うんですよ。僕も地図見た時にね、振り仮名打ってくれなかったらもうどう読んだらいいんかわからないんですよ。金メダルの金と仙人の仙と寺って書いて金銭寺子でもういいでしょ神戸市北区と西宮北の、その西宮北のところにねある金銭寺子これ言葉聞いただけで説明してあげなかったらどうせ金銭の方考えちゃうでしょ。お金、金メダルの金と銭と書いて金銭とお寺それはそれちょっと話それますけども、言っていい、もう言っていいでしょ。ある程度話、面白い話入れなきゃならないから中国からお寺は、お寺さんを伝わってきたんです。もともと釈迦がインドのね北の方で生まれて、まだ、まあ、ネパールぐらいのあたりですよ。ネパールのところで釈迦が生まれて、そこで仏教を開いて、もともとはバラモン教、それがヒンドゥー教とかになってるんです。もともとはみんな同じ神様崇めてたんです。でその仏教がだんだん伝わってきて、サンスクリット語っていう言葉があって、ダルマとは法のことなんです。法律の法、あんまりたくさんみんな法律なんか覚えれないから、もともと昔は10個ぐらいの、人を殺しちゃダメですよ、人のものを盗んじゃダメですよって当たり前のことを10個ほど作ってたんです、ね、法による統治、天の神様崇めてとか、お亡くなりになった人をしっかり供養してっていうことでね。それが28代目にダルマ大使として中国に伝わった。これは歩いていったんじゃないです。だんだん話が広がっていって、住んでる先が横に広がっていって中国まで届いたんです。当たり前だし、あんな距離歩けると思いますね。東京に住んでる人、神奈川県の横通り過ぎて静岡まで歩けます。水なくなってきただけで大慌てですね。どこでお手洗いするかとか知ってなく、どうしましょう。お弁当、夏場だったら腐りますよ、お昼頃には。現地で買わないと。どうで飲食店にお客さんが入るはずだ。お寺さんの話に戻りますよ、金銭寺子の話。お寺さん。これ。違う違う、僕も親の介護して母親亡くなったから分かりました。お墓の下に骨なんかないんです。知ってます？海に散骨か山に散骨。えまさかの詐欺。お墓、納骨堂はもうすでに判例が出てるんです。みんなの骨集めて百何十万もお金もらったの、払ったお金返しなさいっていう判決が出て、だって元から国が山に散骨か海に散骨ですよって、その散骨するときに、あの生活保護の方たち、お金貯めとかなかったら、親亡くなったときに散骨するときに、まあ大体約郵送料込みだと3万円ぐらい、あ4万円ぐらいかかると思っておいてください。3万円いくらかかるんですよ、散骨するのに。でそれ郵送しなきゃならないですよ骨壺と一緒に寝なきゃならなくなる。そうって僕もう親な亡くなってです、泣きましたよ。そうもういろんな子供の頃に可愛がってもらってたこととか思い出してで、だんだん金銭寺子とお坊さんがどれだけ叱られたかの話、もっと本当の話しますから。ドラゴンボール Z でもドラゴンボールでもいいですよ。漫画の方だったらドラゴンボールだから、クリリンって言いたいでしょ。頭にお灸据えられてたりと、ハリキューマッサージももうだいぶ前から中国も、科学的根拠ない、そんなもん嘘ですよ、でしか言ってなかった。自分たちが捕まるか、もっと
最悪インターポールが動くから。そんなことインターポールが動かないって思ってるでしょ。国の税金がジャブジャブ使われてるから介護とかとくっつけてきてここの裏の春山整骨院、本当は昔2003年の時一回解体してるから。で、お坊さんとかって本当少林寺拳法で気がつかなきゃなんない。あれお坊さんって供養お経を唱えて、まあ、葬儀の時までだったはず。ん？少林寺拳法、日本国憲法、少林寺拳法、あの人たち明らかに武術、人を殴って大怪我させたり殺したりしましたの話ね。怖いところお寺さん、もともと武術してきた人、人殴ったり人殴ってね殺したりした人たちが、その当時の村の人たちに、あんた一体何してんのよ、本当に死んじゃってるんじゃないのって。わかります、村の人たちからみんなからめちゃくちゃ怒られた時、あなたが頑張って供養しなさいよ、お金が欲しい、あなたがしたことでしょ。これ本当の話、最初から武術なんか習わんかったらよかった。よく考えたら月謝払わされに行ってたって、子供の子おかしい、金銭寺子間違え、あっちこっちお寺さん併業してるから。本当に僕の住んでた東山町、神戸市兵庫区東山町も同じ、阪神淡路大震災があったとこ、僕が生まれ育ったところのすぐ斜め向かいの50メートルぐらいの範囲のところにお寺さんあったけど、だいぶ前からもんだっけ中国でいつの間にか一歩なんて言うね、葉っぱの葉と門と書いて、まあ陽門って呼んできて、波紋とか言い間違え、どうせ暴力団の映画と勘違いさ、本当は気づかれたら笑われる、あの人ら絶対丸刈りにせな、続編出てきたでしょ、最初から丸刈りの、もうすでにやってしまったことがある噂、マイク・タイソンさんが出たら最初から頭回って阪神タイガー岡田監督もよく見たらたまに帽子取った時この辺奥の方な、落合さんもそう、昔三冠王何回も取った人この辺ちゃんとなねえ、もう本当の話だいぶしてるんだからねえ、自動車メーカーとかがもう2025年にガソリン車の販売停止にして、僕2035年で政府に提案したんですよ。で一応日本単独で行っても、周りの国がガソリン車販売されたら、それで乗り込んでこられた日本の自動車産業はやられるでしょ。いやこっちの地院の方ね、倒産だから、そこはちょっと世界と足並み合わせなあかんっていうことで、アメリカも2035年、まあ途中まで話違かったんですけども、中国も2035年、ヨーロッパの方も2035年、でイギリスは消えへんって2030年って言ってて、僕は途中から意見考え直して2025年で行きましょうと、電気自動車と水素自動車もうこれで行きましょうと、どうせ今まで売ってきた重機とかずっとガソリンでもうこれ最初に2025年しとかな、もう家作った後だってってなるから、もう若い人に本当のこと教えてあげないと、世界中先進諸国が少子化してるんだから、もう中古物件行った方がいいって、後で借金返済追いつかんかったら売らされるから、
競売かけられるから自分で高等裁判所とかもう神戸の地方裁判所でもいいから地裁でもいいからもう日本中のどこでも地裁でもいいから競売どこにありますかと、家とか車とかかけられてるから裁判所押収ね中古車の自動車販売所が一番安値仕入れるところどこかって言ったら裁判所の競売かけられたこの警察官が押収してる例もありますよ。駐車違反を何回も何回もしてで罰金が払えんようになってもう長い間乗ってきた車なんか自分の方からお金払ってくれないと引き取れませんよってもう20年も乗ってきた車とか本当に本当に本当にそうですよ。それ産業廃棄物だからそういうのを溶かしてもう作ったらいいんだから海外から鉄鉱石買わなくていいでしょって。どうせ自動車中それね2025年にガソリン車販売停止にするでしょ。65歳以上の人をもう強制的に免許証を返納させて車を売却させる車乗っちゃダメですよにする中古車が世界中であふれそう世界中で同時にしたらいいので、世界中で中古車あふれかえるでしょ。その間にね、自動車メーカーの人たちが回転の時はギア費とかあるんだからそうもう自動車の人たちが一番よく分かってるんだ。あなたたちがもういいからその仕事手止めていいからもうこっち全力で作ってってもう日本もう3年以内に1万箇所以上設置するからっていう話で、そこいや建築業界も本当にビル建てるの全員が止めたらね、まあ、3年以内に1万箇所以上余裕で設置できる労働力本当はあるから、それでちゃんと正社員の給料出てくるからって、もう次の仕事探さなくていいからっていうところ、せっかくこちらが考えてあげたいつまでたっても誰も動かない。気がついたらトヨタさんが純利益をね1年間の間に1兆円超えで上げてきていつの間にかこの辺に乗り込んできて、愛知県とかのメーカーが河川水門回避玉発電作るんじゃなくて僕のかまど発電用のね竹の竹林身勝手に駐車場に変えてるの、山削って丘削ってめちゃめちゃ怒ってるから僕本当に本当に。それね、竹って密集して生えていて、よ僕が撮影しているところのかまど発電55番ぐらいだったから、メモ一旦メモ55番、かまど発電ってあの難しい漢字、かまど炭治郎鬼滅の刃、それでやっと名前を覚えてくれるやろ。それはかまど発電は運動部のある小中あじゃ、高校と大学、高校と大学15歳以上からしか法律で働いちゃダメだから、かまど発電を設置してエネルギーの残存量問題とか覚えてもらったら自主的にね、もう今夏場だからお湯のシャワー浴びないで水のシャワーだけで済まそうで、僕ずっとそれ8月で、7月もややそれ、まあ正直7月も本当は前日いけるで9月も大体そう、まあ下旬ぐらいに急に寒くなったら湯のシャワーでいいと思う。で冬場は脱衣所をちょっと温めたらいいだけ、そこは電気ストーブ2台使ったら一気にすぐ温まるから、その方が電気の使用量少なくなります。冬場も僕シャワーだけ、風呂なんかたかない、基本的に体調悪い時だけ。それで後の世代に多くのガスを残してあげれますから、節約も覚えなきゃダメで、その竹林いろんなところ撮影してますけども、ああいうような形で枯れてる竹からまずいいんです、しっかりと伐採して根元からもうノコギリでも斧でもどちらでもいいから、で根元もしっかりと、取っておくと根元も燃やせるから乾かしたら、でまた竹は下の生きてる方のね、しっかりとした綺麗な緑の竹の根元がまだ生えてきて下からタケノコが出てくる、でそれが竹が生えてくる、でまたどうせ密集地帯に生えてくるものだから養分の取り合いになって枯れていくから、それまた枯れたやつ伐採したらいいの。もういろんなところに枯れてる竹のものいっぱいあるからね、そこから順番にでも枯れてる竹なんか伐採するの簡単で、もう水が抜けてる後だからよく燃える、枯れてる竹の方が木とか倒木山の中入っていったらいっぱいあるから、本当に
で、この木、もう中が空洞化してるなっていう木は神社とか行ったら結構あるんです。それは僕の家の近くの田王寺駅の近辺の神社。有野台の近くのあの立派な神社行っちゃダメですよ。有野神社か有馬神社。有野神社だったと思う。あそこ行っちゃダメですよ。あそこの立派な木はしっかりと養分もらってるから、中空洞化してないから ああいうのは大事に育てて、一本物のしっかりした丈夫な柱にしなきゃなんないから。だからその周りのね、すすの木とか、すすき、あれはいらないから、もう勝手に生えてくるから、もう全部伐採していってくれたらいいです。で、それ燃やす。もう色見たらわかる。あ、こいつ燃えるなって、枯れてるなってわかるから。まあそういうのでね、かまど発電で学生さんは時間給を与えてあげると。運動部ね、運動部だけ。運動部じゃないと体力ないから、足元になるから。そんなちょっとしか伐採してこなくて、時間給払ってくれっていうのを、無理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 って 解雇 本当にそういうもん、証言にあるから、それをもう覚えてもらわなきゃならない。そうじゃないと仕事場で頑張って働かないから、ぼーっと手が空いてる時間なんかいらないから、それを覚えてもらわなきゃならない。で、河川の土砂のかき出しとかも学生さん、運動部の人に行ってもらって、もう僕計算しました。週4日の、じゃあ1ヶ月に4日の出勤、土曜日か日曜日どちらか、これでサッカー部が河川の土砂のかき出ししてる時に、土曜日ね、そしたら土曜日に野球部はグラウンド全部使えるんです。ね、これで、実践練習とかできるでしょ。で、次の日曜日は野球部が、まあまあ、野球部は基本的に木切りに行ったりする方、斧とかでね、の方に行ってほしいんですけども、木材日本が海外から400何十万と輸入したりしてるから、日本国内誰も木切りに行かない。チェーンソーを使ったらダメですから、絶対甲子園行かせませんからね、チェーンソーなんか使った人。斧、体鍛えるためにしてるんだから、薪とかだって一撃で薪割る人は割りますから、これぐらいの太さの薪。本当に、一撃。斧のが威力あるから。もうだから長く空洞とかのやつから行ったらいいから、早い方早い方、ほっとってもそうなりようやつはなるから、あるからいっぱいで、倒木はあるから、もうこれ木材として使用できないなっていうところから行ったらいいから。で、木材として本当にいるところはこれと、あと山の斜面とかで道路の両サイドから本当は木伐採してもらったらいいから。で、その木材として使用できそうなところは、それはプロの木材屋がチェーンソーで行ってくれたらいいですから、そこは。本当、足場は急傾斜、急な傾斜、命綱つけとかなきゃならない方。そういうとこは学生さんはちょっとまだ早い。そう。で、かまど発電も、それも25年前から言ってる、誰も作ってない。裁判所に出してるから、高等裁判所今も事務継続中ですって、そういうことだなっていうこと。なかなか高等裁判所に行かないですか、普通地裁止まり。まあ僕の訴訟してる内容よく見た人は、310何番あたりから掲載してますから、302番とかで言ってる精神病院についてとか、あれ全部本当だから、多分死刑判決行く、高等裁判所で物事。最高裁でも死刑判決出ますよ。高等裁判所でも死刑判決あります。だけども、最高裁、もうそこで出たら、もう物事変えれない、総理でも、なかなか。で、まあ、最終的には裁判官が判断するから、僕はどうこう言っても、ね、最終的に裁判官がどう判断されるかですから、合議制でね、法律でそうなってます。で、まあ、河川水門回し機動発電に関しては、そのポイントはね、大雨降った時に大型の回転扉をどこに置くのかっていうポイント、河川すぐ細くなって広がったりしてるから、簡単、最初から急に広がってるところって、その細いところで洪水なんか昔からずっと起きてないよって知ってるから、こちらももうこの辺も二十何年住んでるから。で、一箇所だけ向こう側で河川の氾濫があったのは、リバーサイド住宅っていうところがあったんです。もともとあった時に灯油の巡回販売で僕売りに行ってたから知ってるんです、そこは 河川の底から、
2、3メートル上ぐらいのところに家作っちゃったんです。住宅一軒家を無理ですって。たまにいるんです。テレビで変な家出てくるでしょ。よく見たら河川があって、その横に土砂がもうずっとできて、あとグラウンドとかになってるとこはなってるでしょ。あれ河川の底だから。正しい言葉はリトルリーグとか少年野球の少年とか、もう日本語か英語かの違い。少年野球は野球してるでしょ。そんなところで野球するか。海にボールが流れていくってあれほど言ったのにそんな日もあるんだったらそこで小麦粉作ってよって。本当に400何十万とも輸入してるんだから親の口座に振り込んでもらい後見人で。本当にね、地下水流トンネル発電っていうものは琵琶湖で日本海に向かって、地下にねトンネル掘ってシールド工法で、で水路をね、まあ2メートル ×2 メートルの水路か4メートル ×4 メートルの水路で、まあ琵琶湖をダム化して貯水できるようにしておいて、大雨が降ったらね、河川の水の量がその何百倍になるでしょう。ずっと流れてくるでしょう。あれずっと溜まっていったらどうなるかなっていうことを考えてくれたらいいんです。でそれは僕のホームページの河川水門開閉式ダム発電とかで、その撮影している大雨の時の水の量ね、ああいうふうなものを1秒間に何リットル流れてるかで見てくれたらいいんです。もう幅30センチとかでも、あれ1秒間に何十リットル、下手したら100いってるでしょ。で1秒間結構長いから、これね今タイマーでここ秒が出てるでしょ。1、2、3、4、5、その50ね、何秒何秒のところで、秒の間って結構時間あるでしょ。あれ何メートルか分流れますよ、1秒間の間に。っていうことは100リットルいってもおかしくないでしょ。1秒間に100リットルということは60秒で6000リットル、1分で、でかける、60分、だから36万リットル1時間で。だから8時間貯水したら300何十万リットル。だから貯水は結構ある程度のペースでできるんです。だから後ろから流れてくるから貯水できるんであって、同時に全ての門を閉めてしまったわかります、まあ、横から入ってくる部分はありますよ。だから本当にこれしてみなきゃわからないんですよ、どれぐらいの雨の降り方で。でこの辺は結構雨降ってるのにね、甲子園雨降ってないと結構あるからまあまあ監視室、向こう側用の河川水門開閉式ダム発電の、監視ルーム、その操作ルームを作っておかなきゃなんないんですよ。それがルーム、ワンピースで言うと死の外科医、そのまあ精神病院についてて302番に書いてますけども、もともと医療業界とは警察官とかも組んで、税金と癒着して給料もらっててしまった方だから、精神病院とかに連れに行って、でそういう部分もあってね、役に立つのは昔から。普通の内科とかも意味のない薬売ってるから、それ税金まじりだから本当は、横領罪だから国庫に返納しなさいよって、個人からの、損害賠償請求でもできるんですよ。甘えてる君たちが悪いって自分で言われたでしょって、淡谷さんに言って何回かって。だから昔から腕のいいオペができる医者だけ、役に立つ人は医者で、だから死の外科医、トラファルガーロー、トラファルガーローっていうのはそういう戦地が、まあ、地名なんですよ。地名でそこで戦場があったっていう、ヨーロッパの方でね。
まあ、七年戦争が七英雄で、まあ、四皇に関しては王と皇帝と天皇陛下とあと一つ何か、うん、ぼやっと思い出しましたけども、まあ、その辺についてはワンピースについての動画はアップロードしてるんでそれ見てくれたら分かります。まあまあいろいろ言ってます。まあいろいろなところで分散してるからもうどこで何言ったかも分かんなくなってるからでまあまあ、 あのマグマ発電については、あ、九州の方ではね、太陽光パネルの余った電力とかを一時遮断とかしたりとかして、それ火力発電所の方がね、まあ10箇所ほどあるんですけども、九州の方で、で一つの1箇所に何基も火力発電所を作ってるんです。だから細かい数字まで見たら、まあ、なかなか難しいんですけども、判断老朽化どれぐらいでどれ止めておいた方がいいだろうとかで、安定をある程度しなきゃならないから一時的に遮断してるのであって、それ遮断しないで余った時の電力をシールド工法に電力流して、九州の南の方では地下300メートルからマグマ層があるんです。で温度は1300度ぐらいです。だいたい地上に出てくるのはね、だいたいそれぐらい。だからタングステン鉱だったら融解しないんです。溶けるっていう意味で融解ね、さらうんじゃないですよ。だから それを使って天井をね、下も中岩石の穴でいいんです。シールド工法で穴開けて、上だけで、ね、貯水槽のところの天井のところをタングステン鉱にしておいて、でまあ最後ドリルのね、ここの回転、大きな回転するあのシールド工法があるから、でそこもタングステンを使っておいて削っていくでしょ。で圧力は最初すごい来るから一気にこう押されるでしょ。そこブレーキ調整でゆっくりマグマを流し込む。それでその貯水槽を沸騰させると、一気に流し込んだら一気に冷えて、長い間継続して電力を入れなくなるでしょ。だからその辺ちょっとうまく徐々にまあけどタングステン鉱のそのシード工法のあの機材もめちゃくちゃ重たいから、もしかしたら後ろから引っ張ってあげなきゃならないかもしれないですね、本当は。まあ基本的にレールだから最初勢いついたらどうとでもなるんですけどね、惰性で動くでしょ。だから車で言ったら4速とか5速入れたら、あと軽くねアクセル踏んでるだけで高速道路とかずっと走るでしょ。あとは惰性で動くから あんまりエネルギー使ってない。だからもう今頃シールド工法しておきや、もうねこれで火山の噴火とかしなくなって、九州の南の方とか喜んでくれたのに。あれまたお金かかるんだから、灰とか積もった時とか死人も出ないし物流も止まらないし、本当にあんまりたくさん灰が本当に何十センチも積もったらタイヤがもう空転するから危険で物流できない。だから道路からまずきれいに、火山灰を撤廃しなきゃならない。でそういういちいち無駄なお金、それをまたエネルギー使うからマイナスプラスマイナスしたらいいから、でそこのねマグマ発電した後もしかしたら溶けた金属は出てくるかもしれない。これで他国から金属輸入とかしたりしてるんだから、建物解体するだけでも金属出てくるでしょ。で柱とか出てくるでしょ。でそれをかまど発電で発電するでしょ。で冬場は太陽光パネルって発電能力落ちるんですよ。もう冬の日差し見たらもう分かるでしょ、貧弱なの。だから冬にかまど発電、高校と大学運動部のあるところを行ってもらって暖を得ながら発電して電気を売る。それでジョー・バイデンさん、日本語でバイデン、電気を売るバイデン、ジョー・バイデンさんが選ばれたんですよ、副大統領に。まず東日本大震災の頃だってフルーツグラパークの1998年の頃がそういう話してましたもん、僕らで。で来てくれた方でしょ多分ジョー・バイデンさん、オバマさんたちは来てくれた方だったと思うんですよ。今の天皇陛下の成人様と雅子様に、僕はその二十歳になるかどうかの頃にお二人にお食事を出していろいろ話をして、阪神・淡路大震災の被災者でしたから、どういうことだったのかっていう自分の経験で言ってくれたらいいからっていうことで、まあそこからお付き合いが始まって、まあ文人様とかともお話しして、
紀子様とかと。でその当時、まだ悠仁さまはお生まれになってなかったんですけども、眞子さまと佳子さまが当時幼稚園か保育園どちらを通ってたかも分かんないですよ。だからそれぐらいの年齢のお二人を手つないでフルーツラーパーク内をいろいろ案内してね、であの屋根の中どうなってんのとか行ってみたいって言うから、あそしたら行きましょうかっていうことで、もう普通に喋ってくれたらいいからって文人さんもおっしゃってくれて、まあ叱らなきゃならない時は叱ってくれたらいいからって、危ない時はって、ちゃんとねあの了解はいただいています。で、まあ、いろんな気持ち変わっても各大臣、もうその頃からいろんな大臣とかその後国会議員になろうとされている方たちとかねお会いして、まあ、安倍さんもそうだったし安倍晋三さん、もともと僕は日本で一番長い期間の総理になっていただけませんかっていうことで 2期目していただいたんですよ。それ外交を固めなかったら物事うまくいかないんですよ。で広島原爆投下の日にアメリカの大統領なんかまだ誰も来てくれたことなかったんですよ。で黒人初の大統領オバマさん、そのフルーツラーパークの頃からそういう話があったんですよ。僕は人権についての作文があるんです、それみんなまで読んだんですよ、阪神淡路大震災という被災者の立場で。世界中そのご将来主要になる人たちが聞いちゃったもんだから、これはもう味方するしかないの話になるから、で、黒人初の大統領を、広島に来てくれたと、被爆者の人たちとまあ、お互い涙目になりながらね肩を抱き合う良いシーン、あれも みんな見たでしょ。それでもバラエティ見てました。どうでもいい、バラエティどうでもいいんです、そちらのニュースの方がはるか上ですから価値で。トランプ大統領の時に北朝鮮と韓国の国境をまたいで、お互いに握手だとか、そういうふうなことをね、で金正恩さんの方と習近平さんの方で首脳会談を行っていただけませんかと。で、中国の方にも見習うことあるでしょうから、まあ金正恩さんまだお若いの分かりますと、まだ二十歳そこそこ、もうそれぐらいの年齢で社会のことをいろんなことをしてる人間なんかまずいませんと。でしっかりとあの習近平さんの方から言われた内容をしっかりとあのメモしておいた方がいいですよ。でやっぱり気抜いて喋、ってるとメモをする忘れる時あるでしょ。で後で後悔するから、せっかく会ったのにそれメモしておけば自分でもあの時ああ話したこう話したっていうことがしっかりと自分で言えるから。で習近平さんの方はレッドカーペットでしっかりとした対応していただいて、国賓として扱っていただいて、まあ、あの時トランプさんじゃない、オバマさんの時、オバマさんの時に中国の習近平さんと首脳会談していただきましたよね。それからまたニュースが変なニュースをごっちゃ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 流して、阿波井圭介が国会では大臣と同格としてそれでいいって過去歴代の総理に言ってもらってるんですよ、他の人にもって。わかります？大企業の会長と同格ですよね、僕はちょっとこの間前に為替相場が1ドル150円ぐらいになりそうな時にワールドビジネスサテライトに向かって言いましたよ。淡井圭介が喋ってる言葉、世界中の、まあ、CIA とか、音声しっかりと、聞いといてくださいって頼んでますから、外貨準備高とかあるでしょって。一応日本ものづくりとかありますし、あんまり極端な話も無理ありますから、まあ、正直ね、大企業がどういうふうな事業計画立ててるとか、お互いの経済状況とかいろんな状況あるから、正直ね僕もいくらこの一言で為替相場動くかわからないですって、多分これ早いもん勝ちだと思いますよっていうことで、まあ、みんなに同時でって、今更淡井さんの話から逃げてニュース見てない聞いてないってしないよそんな人たちって僕だってなるから普通に考えたらわかるでしょ。でどれぐらい為替相場が動くなんか本当はもう誰にもわからない。大きな大企業とかが外貨準備高とかで実際倒産とかあるから、まあそれで1ドル139円ぐらいまで一回一旦押し返して、まだいろんなことがバレてニュース見てない人が悪いっていう話になるんですよ、淡井さんの最速のストレートなんやけど、どう考えてもそうってみんな政府の上層部があんまりそういうことを言えないでしょ。為替介入していいのか悪いのかよく分かんない話
僕の立場は国民だから赤字になれたら困るでしょ。本当にデフォルトあるから、国のあるあるありますよ。通貨変わりますから、デフォルトしたら。無理無理無理、そんなややこしいことみんな値段のかドルに変える、無理無理無理、元に変える、無理無理、余計わかんない、もっと慣れてない、パソコンの中から本当無理ね、勝手に国がデフォルトされても困るでしょ。連鎖倒産起きるから、本当に本当に。それぐらいは20番台の 20.1 番かな、ボルカール、まあ、順番ちょっとスティーガル法とリーマンショックとボルカールールかな、もっと前の、大恐慌の頃から記載してますから、それでまあ経済のことをまあ軽く勉強できると思います、誰でも。まあ、1枚ものにしてますから、あれぐらいかなって覚えてくれんかったら、あの20枚ぐらいの、まあまあその次の番号とかいろいろ証券会社とか見てもらって、その自分のね、自分の国のフィナンシャルグループの海外への進出で調べていってもらったら分かります、分かりやすく赤字になってるところは赤字なんです。それが海外進出でもあるんです、分かります。まず自分の国を固めること、あんまり余計なことしないこと、よっぽどの計画がある時だけ海外進出、そうしなかったら赤字に飲み込まれて自分たちが借金返済してあげなきゃならない話になりますから。だから分かったでしょ、第二次世界大戦の時に中国は日本の持ってた株とか不良債権の時もういらないから、もううちも紙くずとしていらないから、アメリカも多分言ったと思います、それ持ってたらどうなるか分かります。自分たちでその国に乗り込んできて労働力になって人利益出しなさいよ走り回っての話になるんですよ。日本の会社がそうですからね、役員が純利益出ない、自分たちが現場入って頑張ったら純利益出るでしょって、そういう話です。本当本当本当、だから若い女性とかで社長と結婚したりとか言ってる人、もう金に狂ってるやつ、もう男逃げていくから絶対にそれじいさんと結婚したいって言ってるのと同じや、大体そのじいさん破産くっついてくるかもしれない。三親等以内の民法の請求知ってるって、家族間あれやられたらめっちゃくちゃ仲悪くなるか。ちょっと話離れましたけども、地下水流トンネル発電は琵琶湖という巨大な水圧ね、なだらかな傾斜しか作れないんです、一番そこは海抜40メートルのところだから、だからその辺のところからトンネルを掘るんですけども、まあ、ある程度深いところ、高いところでもというよりも、その日本海に近いところからでいいんですけどね、でしっかりとダム化して、水貯めれる時に目いっぱい貯めておく、太陽光パネルを浮体式に乗せておく、蒸発する量を減らす、こういう賢いことをしないと。で世界中でも、もう世界のどっかの気を利かせてくれた国がもうインターネット記事で流してくれましたよ、ここ2年以内に。世界中のダムの上に太陽光パネル浮体式を置いたらこれぐらいの水が蒸発しなくて済むって。まあまあ魚食べる魚がいるところはそれはそれで考えてくれたらいいんですよ。だから河川水門開閉式ダム発電でも太陽光パネルはいくらでも、日当たりのいいとこですよ。水の量少ない時は太陽光パネル沈むから河川の底に日光がね当たらなくなるところはなるから、そんなに横にこうだから都市部の下流に住んでる人と 上流のね深い河川見てしまった人は考え方が180度変わるから、だからもう屋根の上だからもうそれしたらいいからっていうことで。10万人のほどの雇用が出来上がってね、海外から毎年買ってるそのね10兆円を超えるものがもし自国で賄えたらって考えてくれたらいいじゃないですか、勝ちでしょそれが真の経済。シンゴジラとか安野さんに僕が作ってもらった方、ハリウッドとかにね、ちょっとゴジラ分も何年も先まで抑えますからと、アニメ業界のゴジラも行きますからっていうことで参った誰からの1円の支払いもない
まさか日中友好関係で若天下と戦国夫婦売れたのに売り上げしっかりした売り上げあったでしょ。僕に結構長く払ってもらわなかったら誰かはきっと払ってくれるだろう。これで時はしあの出願ができる十何万ってそういう話も政府であったんですよ。え、まだ本当に誰も払わないのって、テレビ局はって、淡井圭介さんが作った番組も50個ぐらいあるよって、まだ1円も払ってないの、嘘って純利益あるよ。そこまでしたら捕まるからもう僕も分かってる。下手に捕まえられたら証言されなくなるからいろんな裁判あるんです。被告人立った後、分かりました、こっち補佐人とか原告側に回れるからほら立場早がり、この方が早いってちゃんと言うからそういう裁判あるんです。で、裁判所の裁判官も我慢できなくなって笑っちゃうときは笑ってしまうんです。もう僕もね、あんまり怒り抱えて呪うような裁判とか、僕もスポーツの勝ち負けに関わってるから、野球とかあんまり怒るわけにもいかないから、落馬の方ね、今日だったら日曜日だから、もう同い年の、多分彼も自分から僕に会いに来て、もしかしたら一緒に働いた方かもしれない、フルスラパークとかで、福永雄一騎手で、しっかりとアナウンサーと結婚してるでしょ。で、本当のこと教えてるから、そのアナウンサーにある程度で、僕が怒らされた時に優先的に福永雄一が責任持たされるような形で落馬してしまってるんですよ。これ確率ほぼ 100%。 その次武井豊さんで、高井豊さんも福永雄一騎手が活躍する前骨折してるから踏まれて馬に、もういつ顔踏まれたらとかそういう怖いことがあるから、もう僕も基本的には土日気を張ってます。で、土日に本当絶対ごちゃごちゃ言いに来たから鬱陶しいから、何の役にも立ってないそいつら、自分が足引っ張ってることに気づけよって、そいつらに請求かけるから、ストーカー行為法違反、付きまとい行為のこと、ここの前でたむろした連中とかそう、もう裁判妨害とかくっついてくるから、もうそれ隠蔽だから。で、挑発行為もあるから、それあとは回数、それで金額変わってくる。挑発行為は民事も刑事もある。もしかしたら威嚇行為になる方かもしれない、僕が怖がっていたらね。集団暴行の方に話持っていくかもしれない、あんまり悪い組織と付き合っていて、何回もそれするんだったら。不法侵入してきたやつらとか特にね、もう最高裁に何件か行くことをもう僕も分かってるから、これ全部表沙汰の新聞に真実が出た時になぜこれ最高裁の死刑判決にならないんだっていう話になるから、本当はそれのレベルだから、総理とかと今まで良い話とか作ってきてるし、一番菅さんの良かった点は無料携帯のかけ放題のプラン、あれ無料って昔言っていて、何時間か一月経過したらさらにお金取られて、どこが無料やねん。いや、この通話時間までが無料なんです、その時間が超えたら平気で1万円とか取られた時ありました。まあ、支払わなきゃならないルールだから、まあ取られたっていう言葉は間違えてるかもしれないんですけども、人によってはそれは正解なんですよ。だってみんなの国民で電波塔を建てたんでしょっていう話されるからまあけども、今の時代かけ放題プランがあってもなかなかお互いにもうみんな電話かけないでしょ。外歩いていても携帯電話で電話かけてる人まずいないで、110番通報してって言っても通報してくれなかったから、僕は窃盗犯捕まえて、本当に警備員が40分後ぐらいにやっと出てきて有馬警察署に通報してくれたの。それまで取り押さえるでしょ、あえて胸ぐら掴んできて、僕はそれ口実で力ずくで押さえに行ったんですよけど絶対殴らないですよ、殴ったら過剰防衛になる可能性があるから、そこは技使ってね、自分から腰を落として、そしたら足腰力入るから相手のベルトを掴む、相撲と同じで足を地面思いっきり蹴って、体からもう髪は突進するぐらいの勢いで全力でいくの。そう、相手の方が体大きいから、また髪の毛すめに
片一方の耳にピアス3つっていかにもっていうやつだったから、もうそういう、僕も40代、あ、もうあえて20歳ぐらい、もうそこもう気抜いたらどうなるか分からんから、もうそこ全力で、あの、どこの誰に誰も胸がつかんだか分かってんのかって、もうこっちも胸ぐらつかんでベルト押さえてダーって壁に押し付けたって。でも前縮めるから、そうすれば相手が足が立った状態になったら足腰落とせないから、腰の入ったパンチ打てなくなるから、もうどうせそうなったら痛いくらいにしかならないから、それしたら下で、それじゃ分かります、下でしょって、あなたこちらがもし殴ったとしてもね、過剰防衛にならない可能性ももうすでに出てますよって、状況分かってますの話になるかな。でこれ、それでも僕頑張って押さえつけながら片手でまた無理だから、片手で相手押さえとくんなんか無理だから、相手逃げるから、もうね、もう3回逃げた時に3度目にもう後ろ回って、さすがに喉は閉めないですよ、もうこっち閉めて、それもペース配分考えなきゃね、最初全力だったら自分の方が行きやがる、ずっと腕に力が入れてられないでしょせめて後ろくらいそう素早く前回ってもあかんから、本当にで一応閉めて、でうまくね、まっすぐそこうまく鼻の穴向こうも行き、ある程度もう動くから相手も、だから絶対呼吸ができるから、それしなかったらこっちも持たないか、腕に力入れとくのそれでも誰か警察にって言って、やっと警備員出てきてくれて、電話もうこれ何回も通報して無理だからって、誰か通報してくれなってで、犯人はずっと痛いって言って僕に体重を押しかけてきて、僕橋の方に、あそこの歩道橋にだんだん近づいていって、お前ええから前歩けって言ったらって僕は脅されるからもうね、もう話めちゃくちゃそれでしまいました、ごめんなさいねまあそいつはね、ちゃんと法律で書類送検される人間は警部補が書類しか書くしかないんですよ、法律で。法改正やったら僕もお手上げなんですよね。だからもう巡査部長の人と話し合わない、その人たち本当は法律しっかり分かってないから、自分が分かったつもりなんて僕にどうこう言ってくるから大したことないから、そこで大したことないこと言ってさ、名前出てくるから、高等裁判所いや事情をまず聞いてもらいたい。でもすでに警視庁とか訴えてるから、その人たちも同じ防衛大臣とかも被告人になってますけども、事情分かったら押さえんとか、こっちみんな意見合わせてくれ、僕も無理だからって、事情してまだ分かるから、絶対分かる、本当に2003年もうエロ業界でこんだってあいつらっていうことで潰れてるからっていうことで、暴力団への資金提供、その判決があるって、性暴力本当にもう地下水流トンネルとかできて安定して電力で、原発も実はそんなにいらないの話に本当はなってる、カナダには輸入させていただいたらいいんです。でなんとか全電力をやっぱりね、これも分からない、どのような雨の降り方するとか、その曇りでも発電能力落ちるから何で電力賄うのかで、 100% 自然再生可能エネルギーで電力賄って、最終的に電気自動車もその電力で行かなきゃなんないの話になるから、やっぱりいいでしょ。だから全部の屋根を制圧するぐらいで、太陽光パネルを貼り付ける、生産する、輸送するで全部合ってくるんですよね。うまい頃こと20年経過したら発電能力、まあ、10年経過したら発電能力は落ちてくるものは落ちてくるらしいです。でそれでいいんです。である程度の発電能力しか発電できなくなったところから交換したら、だから次の仕事が継続してずっと貼り付ける仕事になるんです。これが正社員雇用ね。永遠に仕事なかないでしょ。リサイクル工場でリサイクルするでしょ。新しい太陽光パネルできるでしょ。それ次もう先に生産して倉庫に置いてたやつ貼り付けていくでしょ。ずっと貼り付ける仕事あるんだから。
ほーら、うまくいった。貿易輸出のプラスマイナスでうまくいけば20兆円差はつくって。そこまでいったら日本鉄板、それったら株式、日本の株価3万円台、それならわかる。それまで2万8000円が上限絶対。アメリカのダウも3万円が上限。何にもできてないんだから、それが。鎌田発電含めてね。だから去年に日興コーディアル証券の社長が捕まってるんですよ。株式操縦で。もしかしたら為替相場の方かもしれない。急にね、去年の11月か、11月の下旬ぐらいかな。田尾寺駅仕事終わって、階段を降りて行ったら、これコロナウイルスのデータ入力、患者さんのその仕事をしていて、嘘も訴えてるでしょうね。全然しっかりしてなかったから、実力何もなかったから、虚偽の真実したから、もう無理だから、本当にもう伊藤忠商事さんとか知ったから、その話その傘下あなたたちは 40% の株握られてるから。で、日興コーディアルの社長が来てるから、もうその後にまたニュース流して、その謝罪会見の給料半分お取り上げのニュース、いきなり来てもう顔わからないから、普段から日興コーディアル証券の社長なんかテレビ見たことあります？だからテレビの CM だけは社長が絶対出なきゃ無理ですって、2人本当は出るの、次この人に社長を次バトンタッチするから、それなかった、本当は社長同士でたくさん集まった、あの社長どこの社長かわからないって、これが本当だから、これが本当の話。もうみんなもう背伸びしすぎ、もう腹割った話したらいいんです。社長がテレビ出なかった、みんなわからないんだから。変な契約書、勝手に契約交わしてるやつは交わしてくるから、嘘、後ろ会社ってなってるから、社長こんなにたくさん、もう我が天下戦国本部についてっていうところね、僕が言ってる1番から順番に今5番までアップロードしてます。大リーグへのメッセージで、我が天下戦国本部の人たちを見た方がいいですって書いてる、あれも順番、本当は2と3の間があれね、みんなで見ましょう、結構面白くて勉強できますちょ、これほんとみんなね、チャンネル登録してくださいよ。僕阪神・淡路大震災の被災者で、僕を助けるっていうことでね、フルーツラーパークとかにみんな集まったのに、それね、僕お金もらおうと思った。一応生活保護者の手元に1万5000円残るんです。で、登録者1000人超えて、で過去365日を遡って動画の再生時間が4000時間超えなかったらお金もらえないんですよ、本当に。皆さんもね、淡井さんだって知らなかった、みんなで総攻撃って、もあ精神的にめちゃくちゃきついか、外からは絡まれてくる、ゲームしてるのにおかしい、同じ同盟国が攻めてくるって。海外の人たちとか国家通して本当にこの話進めて、再生回数だけでもなんとかなりません？登録者になってもらって、で番号通知とかも設定したら、僕はアップロードした内容って結構重要だから、本当に為替相場動くところが目撃できるから、その辺のニュースよりこの人の言ってることの方が面白いわっていうことになるから、ちょっとね、皆さん、それしていただけると助かります。淡井圭介さんの動画を見てあげようと。それでスズメの涙のような金額、それで僕はしっかり言います。手元に動画再生時間がこれぐらいで、手元にこれぐらい入ってきたよっていうの、これみんなはっきり分かると思います。だから音楽業界も本当あんまり稼げてない人は、稼げてない人でほとんどはそうだから、これが事実。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。今回はこの辺にさせていただきます。今時間2023年、3月27日の13時6分、これ、こっちは温度、30点何度も焦ったなんだろう、窓閉めて撮影してるから、すぐに電車、15分に1回片っぽが通るから、もう大変です。以上です。